芸人として活躍するナインティナイン。しかし活躍はテレビやコントだけにとどまらない。その中でもブルーリボン賞を受賞した映画岸和田少年グレンタイがある。1996年に公開された映画ではあるが未だに話題にされることがある。小鉄や、チュンバニャ。岸和田少年グレンタイは1975年の岸和田を舞台とした不良少年たちの生き様がテーマになっており、ナインティナインも体を張って見応えのあるアクションを多くこなしている。監督は井筒和幸氏。映画以外でもラジオ、番組でナインティナインと共演しており、未だにオールナイト日本のラジオなどでは話題に上がる人物である。よい、ハイボン。井筒監督はリアルな芝居にこだわっており、要求もリアルに見えるようにとにかくこだわる人であった。岡ちゃん、植木鉢で殴られるシーンあんねんけどな。これ本物使うから。大丈夫、すぐに割れるようにしてあるから全然痛くないで。ほんまでっか？よい、ハイボーン。めちゃめちゃ痛いやないかーい。